コロナ退散、アマビエ仏壇、全国放送決定です。金箔が吹いてもはげない国産仏壇、お仏壇の販売が天職永田後期でございます。2020年5月の10日日曜日、今ちょうど朝5時56分、朝動画でございます。もう外明るくなりましたね。ちょっと今小雨が降ってますね。はいはい。まあ、今日もですね、日曜日一生懸命頑張っていきたいと思います。で、実はですね、このアマビエ仏壇ちゃんがですね、全国放送決定なんですよ。 NHK 渋5時全国ネット。 明日の5月の11日月曜日放送される予定でございます。あの、アマビエグッズを紹介という形の中で、その中の一つとしてアマビエ仏壇を紹介していただくもう本当に NHK さんありがとうございます。もう全国ネット嬉しいです。はい。で,ですね、やっぱこういう形でですね、あの、熊本のこのアマビエさん、それと熊本の PR にも、ふるさと熊本の PR にもなると思って作りました。それとですね、それとやっぱりコロナの早期収束ですね、今から174年前知らぬ以外に現れて、 病が疫病が流行るとその場合には私の絵を描いて人々に見せればそれが静まるであろうとそう言い伝えてられた天海さんそれをですねやっぱ伝統工芸士大阪4兄弟様にですね記してもらいました書いてもらいました手書きでですねはい ま、それをですね、全国の皆さんに見ていただけると、もう本当嬉しいございます。ですから、まあ、あの、NHK 渋5時ですね、夕方の4時50分から6時10分でございますね。あの、やっぱ良かれはですね、あの、これ、あの、時間がだい何時かちょっとわからないんですよね。やっぱこう、自由するとの、やっぱ移動するみたいですね。その間だったとのことでございます。それと、緊急事態があったときは飛ぶからごめんねってことでございました。まあ、一つ皆様よろしくお願い申し上げます。まあ、あの、でもですね、こういう形でですね、あの、熊本の時にはですね、 こうやって全国放送にかかったときには、まあ、うち熊本仏壇というのも作らせてもらっており、ます熊本仏壇のときには全国放送にかかったらです、ね、さみだれ式にです、ね、かなりの多くの方が。 テレビ局がですね東京から取材に来ていただ、きましたただ今回はコロナですからね、なかなか来れないと思うんですよね、東京からですね、ですからまあちょっと状況は違うかなと思いますけど、まあ、ただ、これからいくつかはですねあのこちらのアマビエ仏壇さんですね、あのこちらをですご、ね、紹介していただくテレビ局が増えるのではないかなと思っております、やはり1つはですねやっぱこういう手書きのお仏壇、それとはお仏具ですね、あのこちらにありますけど、これは。 富山県の本坊さんですね、これ手作り、アマビエ仏具、それとこちら、これ仏壇飾り、これは久留米、福岡の久留米の日天大宝さんにですね、これ作っていただきました。 ですから、まあ、そういうですね、日本の伝統工芸の技術をですね、皆様に見ていただきたい、まあ、そういう気持ちも強くございますので、本当ですね、まあ、あのよかったら明日、ですね、明日ですねあのこちら、まあ、もう一回見てみて、はい、NHK 渋5時全国ネット、明日5月の11日月曜日、放送決定でございますので、まあ、あのこちらのです奄美映物は、それとですね、やはり何よりもですね、もうコロナの早期収束ですね、それを願って作りました。ちょっとよかったら見てやってください。よろしくお願い申し上げます。 はいではここまでこの動画を見ていただいてありがとうございました心よりお礼を申し上げます。皆様の開運をあって、お祈り申し上げます。